えー、まずあとです、えー。ローマ人の物語3、3ですね。えー、勝者のコンメ、第三章のポンペウスの時代ですね。えー、この前回、えー、今日は5-1ですね。えー、前回、この、ち、え、ょ、ーえー、っとこれ、えー、はあ、スパルタクスの乱があもうお割れましたですね。このクラックスがう、まあ、非常に すすごい決断ししてからこ,れこうしてますね前回のもう終わりくらいからクラックスはスパルタクスとの戦闘中に敵に背を向けて敗走した一中隊を全軍への見,見せしめに供することにした十分の一経の名で知られるローマ軍の再厳罰,罰を命じたのだ。 600人,中の600人の中で600人の中から抽選で60人が選ばれ運よく強日引かなかった540名の仲間が棒を振るって殺す残酷な刑罰でローマ軍団では総司令官に反旗を翻した場合にのみ課される厳罰でそれでもこれで全軍の気が引き締めたのかメッシーな海峡を 渡ろうとしていたスパ,ルタス,スパルタクス軍を山の中に追い込むことに,には成功した、えー、アンプロモンテ険しい山と呼ばれているこの山岳地帯は海のすぐ近くにありながら現代イタリアでも誘拐犯が犠牲者を連れて、えー、逃げ込む地帯になっているほどで、えー、軍隊を出動させても見つけ出すことの難しい場所として して知られている。2000年前のクラックスもそこに逃げ込んだスパルタクスとその1頭の追い出しには苦労しそうだったが幸運はクラックスにあったスパルタクスの方が4万の兵力に自信を持っていたのかそれともこれまでの戦勝でローマ軍を軽く見たのか自分から山を下りてきたのである。一説では、 キリキアの海賊との協定がなっていてキリキア人がブリンディッシュに回してくれることになっていた戦団で小アジアに逃げるつもりであったといういずれにしても山岳地帯から降りてきたスパルタクス軍と待ち受けていたローマ軍との間で大戦闘が行われ今度ばかりはスパルタクスの乾杯に終わった4万のうちのほとんどが戦士 折り重なって山をなす死体の中からはついにスパルタクスの遺体を見つけ出すことはできなかった。えー、捕虜になった6000人はローマ社会では奴隷への極刑とされている十字架にかけられ長い苦しみの果てに死んだ。クラックスの命によってアッピア街道に沿って並べられた十字架の刑はカプアからローマに行く。 つ、えー、くまで絶えなかったという、えー、クラックスがあ8個軍団を託されてから、えー、6か月後に達成した成果であったその2か月後スペインからポンペースがあー凱旋したはい、えー、これがあ前景までの4の4でしたですね、はいえー、早速では5の、えー、1に入ります、えー、システムの持つプラス面は誰が実施実施者になって でもほほどほどの成果が保証されるるところにある反対に、えー、マイナス面は、えー、ほどほどの成果しかあ上げない世では敗北につながってしまう場合、えー、共同体がこらざるを得ない実害が大きすぎる点にある。 家にシステムに忠実で,であり得るのは平等ということになり非常時には忠実でありたいと願っても現実がそれを許さないという事態になりやすいだからこそ柔軟性を持つシステムの確立が叫ばれるわけだがこれくらい困難なこともないのである例外は次の例外を呼ぶ宿命を持つも,持つものであるからだ スラ,ッスララに、スララに、スララに修復に,がスララが修復に努めた元老院体制を維持し続けようとするならば、一個人の力を突出させないためにも、前線の総司令官は一年で交代しなければならないはずであった。だが、滅室な海峡を渡,渡ればいけた。 えー、シチリアを戦場にした第1次ポエニ戦役の時代ではないまたあ地獄が戦場になった第2次ポエニ戦役の時代でもなかった、えー、第1次ポエニ戦役当時は1年ごとに、えー、総司令官も、えー、兵士たちも交代できたのだ、えー、第2次、えー、戦役の17案件は、えー、名所ハンリバリンタンに交するに ローマは毎年平均して1人の賞を投入せざるを得ずそのために全執政官や全法務官の資格で絶対指揮権インペリウムのたらい回しを行って先生に釘付けしたもののそれゆえにかえって少数指導制を機能させるには絶対に必要な 一個個人の力を突出させないで済んだのであった第二次戦役も後半に入って登場したスキピオアフリカアフリカヌスは目覚、えー、ましい戦果を上げることで突出してしまったがために、えー、平時に戻った途端に失脚させられているそしてハンニバル戦役という非常事態を勝ち抜いたあとは えー、執政官も再選には10年の間を置くと決めた従来のやり方に戻って1世紀が過ぎていたしかしその後はあは北アフリカで行われたユグルタ戦役はマ、えー、リウスに一任してからでも3年かかっている。 またゲルマン人の退去侵入に際しては続けて5年もマリウスを施政下に進出せざるを得なかったそしてセントリウス戦役のためにスペインに派遣されたメテルス,メテルスピウスは8年ものの間スペインにくじつけ,じつけである支援に送られたポンペウスでも5年間も帰国できなかった またスラダンの死後に再び不穏な動きを始めたポントスミ見取りダデス対策に派遣,派遣されたルクスラーは紀元前71年のこの時点では帰還の予定さえもない結局彼も7年もの,の間オリエントに言,い続けることに言い続けることになるのである何しろ 有能な指揮,指揮官に率い、えー、られない限り、えー、戦力の効率良い、えー、発揮は不可のことであり、えー、効率の良い、えー、活用のないところでは即それは即実害に結ぶつからであった。はい。えー、この… ロー,マ人ローマ人の物語ですね、勝者の混迷。えーまあ、この王政に始まり、えーまあ、王政が500年ぐらいですね、その後あと共和制になって、えー、このお第三書、最初はあ徴兵制でしたけど、手段ですね、軍えー、それがあ志願兵になっていますね、最初は徴兵制でしたけど、志願兵になっていまして、いろいろとこの、えー、ローマが。 派遣にそのローマ半島じゃなくて地中海を派遣することになって元老院体制では、えー、とてもお追いつけない、えー、ものであ,ありましたけどでも、まあ、その,のおいろんなあ同盟,同盟、えー、戦線、えー、そのお内乱に近い、えー えー、戦役また奴隷のスプラックスの反乱とまたあこのおいろいろ出てきますねそして、えー、この、まあ、その前にそのハンニバル戦役、えー、そして、えー、その前に第一次ポエニ戦役そして第二次ポエニ戦役そしてハンニバル戦役そして、えー、イグルダ戦役そしてセントリウ戦役そして このまたポントスを見取り立てす対策に、えー、対策と、えー、このスラッカー体制もお大変ですねここに書いてありましたまあそれ最初の頃は、えー、1年間で、えー、そのおお執勢感はあ交代でしたけどなかなかそ,そうもお えー、このスラ,スラダが修復に努めた元老院体制を維持し続けようとするならば、えー、一個人の力を突出するためにも、えー、前線の総司令官は1年で交代しなければならないはずではありましたけど、現実は、えー、このセントリウスのーそうですねハニバー戦あハニバー戦記以降。えーまあ 死生観も再選に10年の間置くと決めたやり方に、うん、もうてきましたけどその後、えー、ユダヤ戦役ではマルウスは3年もかかっているそして、えー、続いてゲネマ人の退去侵入に際しては5年もかかっているマルウスを死生観に選出されなかったそしてセントリウスのに派遣されたあ メンテルスピュースは8年の間スペインに食付けそして、えー、その後送られたポンピュースも5年間帰国できなかったそして、えー、ポントスをミトリーダテスの対策に派遣されたルクスは、えー、7年もの間オリエントに居続けることになるであるこうして、えー む,むしろ、まとめですね。何しろ、有能な司令官に引き入れられない限り、戦力の良い、えー、良い、えー、発揮は不可能ごとであり、孤、え、立、ー、の良い活用のないところでは、あそれは即実家に結ぶつくからであった。はい、えー、これで、えー、最後のこの時間、どういう実害が起こるかですね。はい、えーえー まだまだ目が離せない、えー、このポンペイスの時代ですね。えー、このマスターとのこの、うん、ローマ人の物語第 3, の、うん、第3章のポンペイスの時代、えー、また目が離せないですね。えー、またマスターとのこの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。次回のローマ人の物語3章者のコンメ第3章の ポンペースの時代、えー、この2、えー、でお会いいたしましょう。おマスターとした終言です。パッションプレゼルシャロム、シャロム、シャロム。